こんばんは、速稼塾の久保です。今回はね、人は先入観の犠牲者であるというテーマでね、お送りしようかと思います。私はね、ほとんどの方が先入観ってものを持たざるを得ないと思うんですよ。同時にその先入観に、思考力っていうのは支配されていて、なかなかね、そこから変わっていけないんだと思います。で、よくね、人は変わったとか変わらないとか言いますけども、いわゆるね、この先入観を拭い去っていけるかどうかっていうのが変わっていけるかどうかだと思うんですよ。だって平たく考えてね、人って変わらないわけないじゃないですか。年齢はね、重ねるし、お腹はすくしね。で、1日経てば1日変化してるんですよ。なのに、言ってみれば人生が変わらない人っていないと思うんですよね。ずっと変わってると思うんですよ。だからね、この変わる変わらない論争ってのは本当トンチみたいになっちゃいますんで、この辺にしておきますけども、今回はね、この動画本当に、あ、確かになっていうふうに思っていた、見ていただきたいんですけども、それはね、中国に対してなんですよ。ここから今日の本題に入りますよ。私の話聞いた後に、確かになと、先入観だよねっていうふうに感じると思います。これ私ね、実はね、中学高校のあたりからずっとね、おかしいな、なんでかなと思ってたんですよ。で、私は先入観の犠牲になってはいけないなと自分に対して思ったのは、この中国の問題があったからなんですよね。私はね、小学校の時に中国一人っ子政策っていうのを聞いたんですよ。要するに2人以上子供は持てないと、基本的にはね。通常の家庭ではお父さんお母さんがいて、子供を作る時は一人っ子ですよと、一人ですよと。そうなるとね、お父さんお母さんが一対になって一人しか生まれないんで、一人になっちゃいますよね。で、その家庭で生まれた一人と、どっかの家庭でまたね、二人っていうか、お父さんお母さんから生まれた一人が出会って結婚すると、今度その間で二人になるんです、一人になるんですよね。そうなると、こっち二っていて、一になって、今度一になって、恐ろしいペースで人口って減るんですよ。それこそ一世代変わると半数になるっていうね。もちろん結婚しない人もいるんで、その方はちょっと計算ずれてきますけども、基本的に子供を持った時って一対から一人になるんで、半数半数半数みたいなね、ものすごい速度で人口って減ると思いますけども、現在中国って、14億人いるんでしょ。世界一の人口なんでしょ。そんなわけないだろうと思うんですよ。いや、私思うにね、中国って人口10億人すらいないんじゃないかなと思いますよ。少なくとも14億人ではないですね。多く見積もって12億人、少なければ8億人、この辺なんじゃないかなと思います。これはね、どういう先入観かというと、もう一回整理しますよ。一人っ子政策を長いことやっていて、人口は抑制されている。なのになんでね、毎年毎年人口増えるんですか、中国は、ってことなんですよ。これが私は先入観の人は犠牲者になってるなってことなんですよ。何の疑問もなく、中国の人口はって聞かれたら、ああ10億人だったっけみたいなね、ちょっとこう聞きかじった人って言うんですけども、これは考えが足りないと思います。14億人って言うけども、じゃあ数年前はと、じゃあ10年前は12億人だったかなと、じゃあ30年前はどうですかって言ったら、11億人か10億人の間だったと思うよ。その通りなんですよ。でも、ずっと一人っ子政策をしてるのに、なんで人口って増えるんですかってことは考えたことないはずなんですよ。で、こういうことがね、山ほどあります。私たちの情報とか知識とか、そういったね、教わったものの中には。ちょっと深掘り考えてみると、え、あれ、なんでかな、確かになって、なんでこんな思い込みにはまっていったんだろうっていうことが山ほどあるんですよ。もう一つ例を出しましょうか。こっちはちょっと難しいです。遣唐使とか遣隋使ってね、いたじゃないですか。小野妹子さんっていうのがね、多分印象に残ってると思いますけども、じゃあ小野妹子さんがね、当時の、中国大陸の方にね、朝鮮だと思いますけど、朝鮮大陸の方にガーッと行ってね、船で帰ってきました。そしてものすごい教えとかを持ってきました。で、当時の天皇が小野妹子をよくやったみたいなね、そんなエピソードだと思いますけども、さあ、小野妹子さんは一人で旅に行ったんでしょうか。そうじゃないですよね。少なくとも、なんか船をね、一艘出して行ったと思うんですよ。そういうことを想像しませんでした。私はね、そうは思わないんですよ。これは歴史的な裏付けはないんですけども、当時の航海技術とか、それから海のね、海路ですよね、海路。海ってのは非常に波が荒れて、難破の可能性が高いところとかあるんですよ。当時はそんなもん情報ないですから、行き当たりばったりで行って、行き当たりばったりで帰ってくるしかないんで、まさに命がけだったんですよ。
じゃあその頃ね、船っていうのはどういう風に出ていたかってことなんです。日本から大陸の方に行って、大陸から日本に帰る、その記録だけは残ってるんですよ。それはですね、100隻ぐらいの船で行って、で向こうに着いたのがおおよそ30隻ぐらいで、あと30隻で向こうからこっち出て1隻か2隻戻ってくればいいみたいな、そんな旅だったんですよ。で小野の妹子さんの遣隋使か遣唐使か忘れましたけども、その旅団がこの100隻で行って100隻で30隻で帰ってきたかはこれは分かりません、記録がないんで。でも私が思うのに、小野の妹子さんっていうのは1艘で出て1艘で帰ってきたんじゃなくて、やっぱりね複数で出て行って、そして記録をね写本にしたものをいろんな船に積んで、同じ文章とかを、同じ教育をで戻ってきた時に、たまたま生き残った人が取り上げられて、お前名前なんていうの、あ私は小野の妹子ですって言って言ったのが、あ歴史に残ったはずなんですよ。でね、その遣隋使か遣唐使か分からないですけども、小野の妹子さんと一緒に行ったその学者の中にはね、留学生の中にはもっと著名な人とか、もっと博識な方とか、もっとね権力の強い人とかいたはずなんですけども、そういうのはね全部ナンパしたりとか海賊に襲われたりとかして帰ってこれなかったんですよ。だから生き残った小野妹子さんが無名だったのに名前を残したというふうなねストーリーを私は日本史の中でね、考えていたんですよね、ずっと思っていました。だからこれも多くの人は小野妹子さんというのが中国からねありがたい教えを持ってきて、行く時も期待されて帰ってきた時もおめでとうってなったのかなというふうに思ってると思いますけど、私はそうじゃないと思います。行く時はどちらかというとそんなにね有名な方ではなかった、でも戻ってきた時にみんな死んでしまってね、唯一生き残ったその最上位の階級のものが小野妹子だったんで、彼を昇進させておめでとうみたいなことをしたんじゃないかなと思うんですよね、だってねそれから数百年経って、大航海時代って1500年15世紀にあったじゃないですか。船がナンパしまくって、ヨーロッパからアメリカ大陸に行って、アメリカ大陸からヨーロッパにまた戻ってくる船があまりにも少なくって、そこに保険をかけたっていうわけですからね、そのぐらい海の旅っていうのは危険だったんですよ。で未知のものだったんですよ。で船がナンパしたら怪獣に襲われたとかね、海底からなんかトグロを巻いた巨大な蛇が出てきたとかっていうふうなことを適当なことを言って、投資家たちはねいろいろと煙に巻かれたわけなんですよね。ということで、後半は小野妹子さんの話をしましたけども、もう一回思い出していただきたいのは、一人っ子政策を長い間やってきた中国が、なんでね、毎年人口が増えるんだってことに気づいてる人ってどのぐらいいますかね。ね、こういうふうなことに気づいていくってことは、私はね、人は違った思考を作ってると思うんですよ。私今までね、ハワイで石を売ったりとか、土地をタダで手に入れたりとかね、でその上にセブンイレブン建てたりとかショッピングセンター作ったりとかみたいな、無料でもね莫大な数十億円とか数千万円とかっていう資金を銀行から借りたり運用したりとかね、それで土地を買ったりみたいな方法をお伝えしましたけども、これもねやっぱり一味違ったまさに違いを生み出す違いなんですよね。結果の違いを生み出す思考の違いなんだと思います、これはね特にね誰かから教わったってことじゃなくて気づくんですよね。ちょっと待てよっていつも思うようにしてるんですよ。別の考え方できないかなとか、ちょっと待てよと中国の人口みたいに思うわけなんですよね。それでは本日は以上です。吉谷さん、ズームイン。